ザ・ラボン2組続けてたらぞ。どうもこんにちは、どうもこんにちは、どうもこんにちは、ありがとうございます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 ね。はい、 Hey guys、 ちょいとタクトで We are everybody。泉来ましてね、泉野さんちょっと聞いてみましょうかね、うん、僕らエビバリと言いまして、僕らのこと見たことあるよとか知ってるよって方どれぐらいいらっしゃいますか。えマジで、本当全員、うわすげー、ありがてー、嬉しい、いやーもう、ま、全員ではなかったですね。はいね、8割ぐらいかな、はい、あ、そしたらね、知らない方もいると思うのでね、じゃあちょっと今日はね、個人名もね、覚えて帰ってください。はい、ということでね、私がですね、タクト OK と申します、よろしくお願いします。タクト、ありがとうございます、覚えてね、覚えて帰ってくださいね。はい、そしてそして私がおピッチピチの30歳川並ちょいです。ちょい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 って言いますね、覚えてね、ちょいって言いますね、よろしくお願いしますね。はい、ちょっと待て、おい、30にあんまピチピチって使わねえんだよ。20代の人に使うんだから。そういうタクトは年いってなくない？あ、おっとごめん、それはトップシークレット。わお、37。わお、ミスペイクス。みんなこんな感じでやっていくから。どうぞよろしくね。ありがとうございますね。いや、ありがとうございます。いや、ねえ、泉。来まして、泉初めて来るんですけど、ね、ちょっとね、僕がね、隣の熊本県の、芦北町出身で、はい、そうなんですよ、わかります、芦北の人っている、あ、あいる、あ、え、あ、ほんと、あ、ありがとうございます、LINE 交換しちゃいなよ、あ、全然、ね、はい、全然、あ、いやいやって、やられてるの、寂しくなっちゃうから、いや、ほんと、このね、オレンジ鉄道20周年なんですけど、オレンジ鉄道使ってましたから、はい、使ってましたよ、高校の時にオレンジ鉄道になったんですよ、でも実は中学校の時に鹿児島本線の方が めっちゃ使ってましたね。私は八代まで行くのに使ってたんで、僕高校が八代なんで、ね、で僕の同級生とかは、泉中央っていうね、ありますよね、高校ね、ありますよね、そこに通ってたんですよ、挿し木ってところから、はい、っていうぐらい、はい、泉は結構僕馴染みあるところだと思ってるんで、皆さん、もう地元だと思ってるんで、よろしくお願いしますね、はい、ありがとうございますね。タクトで、ちょいはね、神奈川県出身なんで全く関係ありません、はい、ね、はい、でも、ね、誰よりも鹿児島大好きです。鹿児島弁で言ってあげたのですか、鹿児島弁、はい、なんて言うの、まあ、大体大好きってなんて言えばいいの、九州の統一のやつ言ってみてください、え、バイ、うん、鹿児島大好きバイ、オッケーオッケーオッケーですか、あ、合ってる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 違う合ってる違います、鹿児島弁違う、なんか今ので急に距離空いてない大丈夫?OK! まぁ、あ、さすがに盛り上げていきたいんで、次ね、レーザーラモンさんも出るんだね、はいね、じゃあせっかくなんで泉の方盛り上げたいです、ということで、じゃあ私たちの代表作やらさせてもらってもよろしいでしょうか、いいですかね、ありがとうございます、みんなで盛り上がろう、はい、ということでね、じゃあね、ちょっとね、さっきね、手拍子してもらったと思う、あ、拍手の練習したと思うんですけど、次手拍子やります、ね、今から音楽が鳴るんで、このぐらい手拍子もらいたいんですけど、このぐらいね、あー、いいですね、おっきいのもらいます、OK!OK!、ね、じゃあ音楽鳴ったらよろしくお願いしますね。OK! じゃあ音響さん一番の準備はいいですか、大丈夫ですか、じゃあ、ミュージックスタートいきますよ。OK! お願いしますね。はい。ちょっとね、フライングしますけどね。はい。ねえ、ごめんなさいね。OK! じゃあミュージックスタートにいったらお願いします。いきますよ、一番です。いきますよ、皆さん。音楽鳴ったら手拍子お願いします。ミュージックスタート、さあ、このぐらいね、いきますよ、皆さん。よいしょ、はい、
リティカルヒットのやつらですね。はいね。はいね。そうですね、うん。でもなんとこのクリティカルヒットがですね、2021年にね、TikTok っていうアプリ上げたら、7億回再生いったんですよ。7億ね。はい。7億。7億すごいですよね。ちょっとでも7億って急に言われてもね、どんな数字かわかんないんですよね。大体ね、その動画をね、7億人が見てるってことなんですけど、うん、はい。日本人が大体1億なんで、日本人が1人7回見てることになるんですよ。はい、はい、見たよって方はどれくらいしますか？おーい、7回見てない？あれみんな、なんだろう、はい、今50人くらいが見てたんで、うん、その人たちが7億回見てくれるのかな、うんうん、ありがとうね、ありがとうね、うん、いやでもね、これなんと CM にもなったんです、うん、CM になりました。知ってますか？ピルクルって飲み物なんですけど、知ってます？知ってる？ピルクル知ってる。ああ、なるほどね。半分ぐらいか。知らない人いますかね。じゃあね、ピルクルってどういうものかちょっと説明してあげて。うん。ピルクルって、ヤクルトの偽物です。おーい、おー、ちょっと待って。おい、味がちょっと薄いやつね。いや、薄いとか言うなって。パッケージも。ヤクルト大好き。あ、ヤクルト大好きって絶対ダメだよ。いや、ダメだよ。俺らやらせてもらったんだから、CM。うん。で、美味しいんでね。コンビニとかに売ってるんでね、飲んでみてくださいね。飲んでね。はい。美味しいからね。で、あと今年もね、このヤクルトじゃないや、ピルクルの CM やってます。ピルクルです。はい。うん、ピルクルどうなってますか？錦鯉さんがやってます。あ、そうですね。バカなジジに取られました。はい。でもね、最近新しくなったんですよ。うん、はい。新しくなって、他誰がやってますか？ジョイマーさん。あ、そうですね。そう。ジョイマーさんやってる。ぜひね、飲んでくださいね。はい。ピルクル。はい、お願いします。ピルクルお願いしますね。はい。はい、ということでね、今日ね、せっかくやっぱ、泉に来たんで、うん、皆さんと一緒にクリティカルヒットやりたいんですけど、いかがでしょうか？どうですか、みんなね。いいですかね。あったかい！ちょっと待って、あったかいね、鹿児島でも。鹿児島でもね、気候もあったかいね。あったかい。東京めっちゃ寒いんだよね。うん、寒い。はい、じゃあちょっとどうやってやるか教えますね。うん、ちょいが教えます。はい。それでいくよ。わたしは。これまたみんなでやるからね、これね。あなたのこと、ね、ね、はい、結構やってきますね。どうやって。なんかハート切ります。ちょっと前出すだけね。あ、いいですね。いいね。スキ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 ス。はい。ツンツンツン。クリティカルヒット。やった。やった。ここまでですね。大丈夫ですか？どんどんやっていく人減りましたけど大丈夫ですか？大丈夫かな？いやでもめっちゃやってくれてるよね。うん、岡山は全然やってくれないんだよ。うん。やっぱ九州の人は本当優しか。本当。暖かいね。暖かいですね。オッケー。じゃあちょっとね、むずい人いると思います。ね。むずい人はどこだけやればいいですか？やったここだけね。ここだけでもいける？いける？ここだけ。ちょっとやっただけ。声出してやってみようか、皆さん。ね。せーの。やったー！ あー、すげー！ すごい！ すげー！声も出てる。もう一発行きましょう。せーの。はい！やったー！はい！やったー！うわ、めっちゃいい！いいね！泉めっちゃいいじゃん。いいね！めっちゃいい。ほんとに、ほんとに岡山やってくれないんだよ。ほんと。優しい。ちなみにね、広島もやってくれないですよ。あそこの地区だけちょっとおかしいんですよ。あったかいな、九州。いいよ。じゃあちょっとね、じゃあ音楽流すんで、ね、ちょっとやってみてね、みんな。いくよ。じゃあ、一緒にやるからね。一番お願いします。いきますよ。ミュージックスタート。さあ、ちょいの真似してみてね。いきますよ、皆さん。いくよ。はい。私はあなたのこと。はいよ。さあ、難易度上げるというかね、前来て一緒にやりたいよって人います？あいた、おじゃおじゃ、お嬢ちゃん、いいよ、あいよ、手を挙げた人全員来た、手を挙げた人全員来て、あいよ、お姉さまよ、どうやってこっから来る？あ、キラキラ、おいで、キラ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 、せっかくなんで、あ、来て来て来て、いいよ、ここも、あ、いいね、おいで、おいでみんな、あ、おいで、おいで、いいよ、いいよ、全然いいですよ、いいですよ、いいですよ、真ん中みんな、どうぞどうぞこっちね、こっち僕ね。おいでおいで。オッケー。真ん中ね、ここね。パンカリツもえぐいです。ありがとう。ありがとうございます。いいね。よいしょ。おいで。もういいですか？おいで。あ、もういいですか？あ、まだね。いっぱい来ましたね。いっぱいね。大丈夫かな？すげーですね。ね、すいません、ちょっとね、お母さんと一緒みたいになってますけどね。ね。オッケー。じゃあ、こっちからお名前聞いていこうかね。お名前いいですか？お名前何人いく？あやとくん？あやとくんで作手。よいしょ。何くんかな、直隆くん、直隆くんで作手、
何くんですか。しんのすけくんです。拍手よいしょ。お名前いいかい。ノアちゃんです。拍手よいしょ。お名前はえつこちゃん。えつこちゃんです。拍手よいしょ。何ちゃんかな。しおんちゃん。しおんちゃんです。拍手よいしょ。あんなちゃんです。拍手よいしょ。何ちゃんかな。ティモンディ。ティモンディ。ティモンディちゃん。ティモンディ。チモジちゃん。チモジちゃん。チモジ。チモジ。チモジ。つむぎ。あ、つむぎちゃん。すいません、ティモンディって聞こえちゃって。ティモンディちゃん。ごめんね。いや、つむぎちゃんね。俺名前はいいかな。え、なんでもいい、なんでもいい。全然ニックネームでもいいよ。レッドマン。レッドマン。あ、レッドマン。ティモンディでいいかな。ティモンディか。ティモンディが。あ、それでいい。ティモンディ。ティモンディ君で。ティモンディ。お名前、あ、お名前いいかな。サキちゃん。サキちゃん。サキちゃんですよ。はい。お姉さん。タクちゃんです。タクちゃん。タクちゃん。もうちょっと落ちると危ないからね。ちょっと詰めようか。みんなちょっと詰めてもらっていいかな。オッケー。オッケー。分かんなかったらね、ちょいのとこ見てね。みんなカメラ全然撮っていって構わないんでね。はい。お子さんのやつ撮ってください。じゃあね、皆さんね、手拍子お願いしますよ。いきますよ。ミュージックスタート。さあ、手拍子お願いします。いくよ、真似していかない。わたし、はいよ、あなたの顔がでーえーだーで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 ー急ぎでね、はい、じゃあね、渡してくださいね。ちょっとね、もう急ぎでね、行きますんでね。オッケー。はい、じゃあね。このね、塗り絵。塗り絵があるね。エビバルの塗り絵を。これ受け取ってください。はい。じゃあ皆さんありがとうございました。ありがとうね。ありがとうね。あ、もう全然抜けてっていいよ。ありがとうね。あ、ね、もう全然行っちゃっていいから。ね。塗り絵ね。ね、もう塗り絵に集中しちゃってる。ありがとう。どう？あ、いいよ。降りちゃっていいよ。うんね。ね、ありがとうね。ありがとうね。ありがとう。ありがとうね。ありがとう。皆さん、拍手で。拍手でありがとうございます。ありがとうございますね。みんな、降りちゃっていいよ。ごめんね。ありがとう。参加していただいてありがとうね。ありがとうございます。ありがとうね。お姉さんもありがとうございます。お姉さん。はい。はい。ありがとうございます。ダブル、つむぎちゃんもね。ありがとうね。つむぎちゃんね。つむぎちゃん、バイバイ。つむぎちゃん、バイバイ。つむぎちゃん、つむぎちゃん。うん、まあまあいいか、もういいか、ありがとうね。ありがとうございました、皆さん、本当ありがとうございました。泉、ありがとうございます。ね、はい。ありがとうございました。ありがとうねっぺー。ありがとう。ありがとうございました。こんにちは。はい、レバラモテキョンです。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。 RG の相方 HG でございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、で、はいはい、アンバサダーをね。アンバサダー、はい、務めさせてもらいます。 RG でございます。 RG さん、よろしくお願いします。来ていただいて、やっぱり皆さん、はいはい、HG さん来られたということは、はい、あのギャグが見たいんじゃないですか。あのギャグが、どうですか皆さん。いいですか。いや、いってれ。わかりました、やらせてもらいます。いってれ、いってれ。いきますよ。泉、ふぅー、せいでしょう。どうした、せいですよ。何がせいで、盛り上がって盛り上がって。いやいや、温度差やっぱあります。何の差、ね、はい、大人の方たちはね、笑顔で拍手してくれてます。はい、キッズが子供たち、大きな声でなんか叫んでますけどみたいな顔して、せいでしょう。せいせいせいでしょう。いや、正直ね、まあ、あの頃の面影もないと思いますし、はい、あれ流行ったん19年前なんですよ。ねえ、19年前よ。そんな前。そうなの。だから生まれてないキッズいっぱいいますし、いっぱいいるね。学生さんも多分生まれてない人もいますよ。あら、そう。そうなんですよ。そうなのか。まあ、こうやってね、まあ、最近はすっぴんで、はい、まあ、プレバトさんとかで絵描かせてもらったりもね。プレバト見てますね、はい。プレバト見てくれた方います、どうですか。あ、めっちゃ結構、あ、やっぱここはお子さんも見てくれてる、嬉しいですね。はい、プレバトの絵の上手いお兄ちゃんっていう。そうなんですよ。はい、だからね、はい、まあ、こうやって漫才もね、最近やってますし、はい、もう19年前やから。19年前、まあ、そろそろこのフーってギャグ卒業します。ええー、もうちょっと
ちょっと強めの A もらっていいですか。もっと来るかと、いやいやの A、 もっと来るかと思ったら、もっと来ると思ったんですけど、いやいいんですよ、まあ、卒業シーズン、あそう、新しいこともやっていかないけませんから、はい、ここでね、このせっかくこうやって呼んでもらってね、アンバサダーのやってるこの土地で、はい、まあここで卒業して、はい、新しいことやっていこう、いいじゃないですか。もう卒業されるということであれば、はいはいはい、最後の4の儀式やっておきましょうか。最後の4の儀式やっておきましょう。せいせいせい、アルギンさん、せいでしょう、せいでしょう。いや、それ初めて聞きましたけども、はい、最後の4の儀式何ですかそれは。はい、今からですね、この会場を神社みたいにしますよ。神社、はい、この駅前広場を神社みたいにしますね。神社にできる RG さんがすぐできます、はい、ほんで、そして皆様の頃がおごそかになったところで、はい、HG さんが最後の4をやります。あ、神社の雰囲気の中、俺が最後に4、はい、あ、なかなかいいですね。それを皆さんで、うん、天に送りましょう。ギャグの成仏ですね、皆さんね。送りましょう、ね、じゃあ僕がフォーって最後やりますんで、皆さん手合わせていただきまして、はい、それぞれのフォーの思い出を胸に、はい、ね、キッズは何もないと思いますね。出会ってすぐお別れになりますけど ね、まあ、手合わせてもらったらありがたいんでお願いします。後で言いますからね、はい、で神社の雰囲気わかりました。頼むよ、アルさん。はい、失礼します。はい、ただいまより最後の4の儀式の始めさせていただきたいと思います。めっちゃ神社うまっ、ええ感じやん、すごっ、雰囲気出てるわ。あれあれあれ、あ、アルチさん、これあの無印の天なれかかってる BGM でした。よく聞こえて、なんか何それ、無印、無印さんしないでください。すみません、神社めっちゃ良かったから、はい、そのままやってください、はい、頼むよ。ただいまより最後の地方の儀式を始めさせていただきたいと思います。はい、それそれ、せいでしょう。いや、玉木工事やないか。歌ったらアウトやわ。暴力はやめなさい。いやいや、デキンさん、デキンさん現れたよ。暴力はやめなさい。暴力じゃツッコミですから。失礼しました。いや、ワインレッドの心さらに懐かしいやつ。すいませんでした。せいでしょう、はい、すいませんでした。はい、ちゃんと神社、神社あります、はい、いいですか。はい、失礼します。お願いしますよ。ただいま、そこええわ、もうノーボケの3回目ええから、もう音からやって。暴力はやめなさい。暴力、ツッコミ、ツッコミですからね、皆さん頼むよ。はい、行きます。音からいきますよ。はい。はいはい。またやってるやん。また違う曲。あ、これ聞いたことあるやつや。何やったっけ。あ、何やったっけこれ。めっちゃ聞こえがある。何やったっけ。わからん、わからん。いや、ちょっと何やったっけこれ。はい、これわかる人。あ、すごい。めっちゃ良かった。はい、おねそこのお姉さん。はい、お姉ちゃん。ルパン三世、どうだ、どうだ、違います、違う、え、ルパン三世違う、あれ、ルパン三世、え、違うの、あ、いやいやいや、そこの お兄ちゃん、はい、コナン、コナンでした。あ、コナンの方か、コナンでした。そうだ、名探偵コナン、ルパンかとね、俺も思った一瞬。ルパンはあー、そうか、そうか、そうか、ルパンこっちや。コナンはいや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 、出てこない、似てるからね、似てる、惜しかった。あ、はい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 、コナンや、はい、これ、そうや、コナンね、よくわかりましたね。はい、コナンがわかった人はどれぐらいいますか。そうですか、あ、はい、お子さんもいっぱい、あ、いや、すごいですね、皆さんね。 ルパンだと思った人、ルパンもね、パンね、あ、ルパンやっぱね、何人かいる、はい、我々世代ルパンとかもありますけど ね、太陽に吠えろだ、太陽に吠えろ、わからない、アラフィフぐらいの方は ね、じゃあ次の問題、次の問題ええねん、もうイントロクイズの時間になってるやん。今のプール分かった人います？分かるか、短すぎてね、さすがにキッズも分からんわ。正解聞いてみましょう。お願いしますよ。ちょうど1年前にはこの道を通ったよ。手拍子いいですよ。昨日のことのようにトラブルのロードね、はっきりと思い出す。正解これか。何でもないようなことが幸せだったと思う。何の時間これ。何でもない夜のこと、二度とは戻れない夜。せんねんお前、せんねん、もう歌の時間はさっき終わってんねん。
俺たちの歌も歌ってくれた。ありがとうございました。ありがとうございました。もういいねん。なんやねんこの発表の長さ。暴力をやめます。まあ今のはだからローキックやったけどね、痛くないようにやってますからね。ちゃんとちょっともう終わらさん時間もないですから、神社で俺が4やって最後終わりますから、お願いしますよ。はい、音響いいですね。行きましょう。はい、行きますね。最後ですよ、最後。はい、最後、全力で一番いいやつ決めて終わりたいと思います。行け。うぇー。はい、準備体操をやらせてもらう。みんなムービー回してるから気をつけて。動かしていきますね。おい言うてるのお前だけやん。早やれになってるからごめんなさいね。はい、いきますね。最後のフォー、いいの出ました。ありがとうございます。では皆様お手を、せーの、ありがとうございます。ギャグやった、お世話になりました。安らかにお眠りください。さようなら。ご協力ありがとうございました。いやー、よかったです。なんかいい感じで。お疲れ様でございました。 ありがとうございます。最後のフォアの儀式滞りなく終了いたしました。なんかね、車掌さんみたいな人がね。それでは皆様と一緒にフォアの歴史を振り返っていきたいと思います。歴史いいですね。フォアという言葉は2005年に日本中で大流行したギャグでございまして、はいはい、流行語大賞にもノミネートされました。あー、ね、すごいでしょ、ね、トップ10入り、ね、2006年、うん、細木数子さんの前で腰を振ってフォーと言ったところ、うん、地獄に落ちなさっておりました。いや、それは言うなー。どうもありがとうございました。